ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。どうも、私ヨーロッパ企画で俳優をやっております長野宗則です。そして藤谷理子です。 KBS 京都 RNC ラジオ CBC ラジオ聴きの皆様、どうぞ今週もよろしくお願いいたします。お願いいたします。ゴールデンウィーク真っ只中ですよ。はいねえ、もう暦の上ではね、夏ですよ。あ、そうですね。そうなんですよ。僕ね、今ね、まあ、趣味の園芸っていうね、番組でね、はいはい、まあ、2年目やってるんですけど、はい、まあ、毎週ね、その毎月か、まあ、花のことを調べて勉強してみたいな、はい、で、台本書いたりしてて、で、まあ、夏と冬に特番を作ったりしてて、で今ね、和菓子と花の関連についていろいろ調べてて、で和菓子屋さんに取材したりしてちょっと勉強しててね、なんか和菓子屋さんはお菓子、まあ、色ついてるやん、はい、ね、練り切りみたいなやつですよね、うん、こう丸なんか、ま、あんこみたいな、全部あんこみたいな、そうそうそう、そんなんとかさ、あの花とか草花にの、はいはい、をモチーフにして作ってたりして、はい、まあ、ピンクとか緑とかいろんなあるじゃん、紫とか、その着色するときに毎日ね、こう、あの山の、うん、山の葉の色、はは、山のこのね、稜線のこの色を、はい、あの明け方に行って、その空の色とか緑の色の変化を見て、その日のお菓子の色を決めるらしくて、だからそのいかにこの今日のこの気候、うん、この色合いの 天候の日に、映える色をお菓子の色に決める。で、まあ、色を配合したりしてするんだって、うんうんうん、そんな繊細な、そう、繊細な作業、うん、だからもう本当に、でしかもそのお菓子、どんなお菓子を作るかっていうのを、まあ、大体こう季節に絡めて、うん、和歌、和歌を読んで、和歌からキーワードを紐解いて、うん、で和歌を元にお菓子作って、でまた色はそうやって、そうやってね、あの風景を見ながら作るみたいな、そんな奥深い話を聞いて、これをなんかドラマにしたいなみたいな、うん、で、まあ、四季あるじゃん、はい、春夏秋冬ね、はい、まあ、1年を4等分して、はい、でまあ、24等分したね、二十四節気、うん、で見るとよりこの季節の変化、移ろいが細かく分かるんですって言って、うん、とか二十四節気でいうと、まあ、言ったら5月5日だったら立夏っていうの、まあ、夏になったとかね、はい、うん、まあ、大寒とか、ね、あるじゃない、はい、そんなんで、だから春夏秋冬 もう細かく見ていくと、そうやってね、名称もついてて、でさらに5日ごとにね、分けるんだって、その24個に分けたやつを、で72個っていうの、あのね、はい、うん、季節をさらに72個分けると、この5月はね、5つさらに季節分けられる、5月のうちにも、そう、それがね、調べてきたんだけどね、はい、飼わず初めて鳴く、カエルが初めて鳴く、ね、これ5月の上旬、はい、ミミズいずる、いずる、ミミズが地上に出てくる、はいはいはい、うん、それは中旬ですよ、はい、5月のタケノコショウズ、タケノコ出てくるのが下旬みたいな、でそうやってさらにこう分けていくと細かく季節が感じられるし、楽しめますよっていう話を聞いて、誰かの日記みたいですねそう、いや、もう取材したらさ、その話出てくるから、うん、もうなんかその和菓子屋さんの元ご主人だったんだけど、はいはい、それ季節の歌はやっぱ昔から歌い継がれてるものがあって、はいはい、それを暗記して覚えないと、うん、飯を食べさせてもらえなかったって、あら、ぐらい季節を昔の人、まあ、特にそこの家の方はだったのかもしれないけど、季節を大事に過ごしてた。だからその歌を今でも空で歌えるから、すごくこの季節の変化に敏感になっている私がいるって言ってくれて、だから面白いよね。古今和歌集とかね、春夏秋冬で、うん、感がね、うん、変わってますもんね、うんうん、あ、詳しいんだ、 そうなんですよそう、詳しいんだなんか僕今なんかすげえ僕下り側でなんか説明した感じになっちゃってない知らなかったですのに、70何個にも分けるのにあるみたいですよ、うん、だ季節をね、まあ、この変わり目、まあ、だってこのね、はい、まあ、体調とかもね崩しがちですけども、はいはい、なんかで楽しむ方向、いろんなね、はい、感動をね、楽しんでいただけたらどうでしょうかと思いました。でさ、はい、
春夏秋冬で、はい、リコちゃんはどれが好きなんですか。あ、こういういいじゃん、こういうさ、あの放課後みたいなトークしていいでしょ。いい、なんかワクワクしますね。いい、はいはい、私は、はい、冬ですかね。冬なんですね。冬、まあ、秋の終わりが好きですね。秋の終わり好きね、はいはいはい。あのね、アンケート取りますと、ほうほう、冬は4位らしいですね。本当ですか。統計的には 11% の人がひねくれもんじゃないですか。いや、まあ、ひねくれ、まあ、もちろん冬好きな気持ちもわかります。夏が1位ですかと思います、はい、秋です。外れましたね。春でもないし、秋が 40%で2位が春で3位が夏、うんうん、僕ね夏だなと思って、夏が好きだな。あ、なんかワクワクね、うん、盛り上がるイメージありますけど、ね、ワクワクギラギラが好きなの、はい、でなんか性格診断もできるらしくて。そうなんですか。冬が好きな人はですね、いやいや、うん、あ、活動的で地道な努力家っていうね、わ、うん、かんないですけど。いやいや、そんな印象あるよ。そうでもない、自己、うん、自己診断的には。そうです、まあ冬じゃなくて秋の終わりが好きなんです、ね、うん、ちょっとそれはさ、季節を細かく分けてみるっていう話したけどさ、今は四季の話でいこう。あ、そうですね、まあ、そう、冬でしょ、冬ですか、ね、秋の終わりはもう冬です。そうですかね。そうですね、冬でいいでしょ、はい、僕夏ですから、はい、快楽主義者が多い、大胆でおおらかな傾向が強い、うん、うん、嫌なことから逃げたいという逃避傾向あり、はい、これわかるんですよ。本当ですか。これわかるんですよ。でね、しかもこの好きな季節でわかる相性診断みたいなのって、冬が好き、はい、で夏が好き。相性はですね、×ですね。×、うん、×ですね。よくない感じ、はい、で秋が好きでいくと三角ですね。あ、はい、まあ、どっちにしろそんなによくない。だから夏が好きな男は、はい、夏が好きな女性とじゃないとね、ダメなんですよ。あ、うん、だちょっとアバンチュールな、なるほど、ギャッて燃える関係じゃないとダメだって、はいはい、お互いに、ね、満足しないっていう、はい、まあ、ちょっとまあ結果今、発表するんじゃなかったなっていうね。そうですね、相性診断知りたくない、うん、まあこれ別にね、週刊誌になってるようなネタなので ね、 でね、はい、気にせずにということで、はい、はい、ということでね、こんなね今日は、トーク企画がございます、はい、チェーン店ドラフト、はい、フレッシャーズの皆さん、新入生とか新入社員の方とかね、はい、新しい町に移り住んで、はいはいはい、まあ、町にもちょっと馴染んできたかなって、うん、で、ああ、もっとこういうところに住めばよかったかなとか、後悔とか、まあ、こういうとこいいなとか発見も含め、まあね、いろんな気づきがあると思うんですけど、はい、チェーン店ドラフトっていうのは、はい、まあ、仮に長野と藤谷が、はい、まあ、新しく引っ越すとして、はい、うん、両隣、右左、はい、そして向かい、そして斜め右左、はい、だから全5点、自分の住んでるアパートなりマンションがチェーン店に囲まれているとすると、はい、ね、5点ね、まあ、それを、まあ、1位から5位までドラフト的に発表していこうと、はい、まあ、そうすることでお互いのアイデンティティ個性が分かるんじゃないかなという、はいはい、そういった、趣旨でございます、はいはい、ということで、じゃあちょっとね、どっちから1位を発表し、1位からでいいのかな、発表は、はい、じゃあ1位発表していいんですか。いいよ、うん、私が先に取っちゃっていいんですね、うんうん、いいよ。1位セブンイレブンです。あ、というのは、いや、ちなみに今東京住んでるでしょ。はい。どんな感じなんですか、その街は。うち、うん、何にもないんです、周りが。もう本当に。あ、じゃあ今セブンイレブンを求めてます、絶望してるっていう。本当に、うん、歩いて10分ぐらい、まあ、10分かかんないですか、うん、けど、うん、それぐらいのところにしかコンビニもスーパーもない。あ、はい、あ、そう。そうなんですよ、うん、なんでやっぱりコンビニエンスストアが必要ですね。あ、まずそうか、本当に、はい、コンビニ必要だな。コンビニ必要です。あ、コンビニいるな。コンビニいりますね。僕ドラ、ちょっとじゃあ僕の1位いこうか。お願いします。ドトール。これはね、まあ、僕はラジオで結構ね、ドトール推進派というか、はいはい、系統してるところあるんで、はい、あ、ミルフィーユが大変美味しいんですよ、ミルクレープが、はいはい、知ってる？あ、聞きましたラジオ。あ、そうそうそう。それもあって、で、まあ、カフェのやっぱその清潔感も好きで、はい、ドトールの、うん、だからちょっと、まあ、ドトールが隣にあるっていうのはちょっとその暮らしとしてはいいなと思って、まあ、僕台本も書いてするん で、ね、まあ、台本読む時もなんか喫茶店に使えるといいな、うん、ドトールはちょっと外せないの。 右隣にね、僕はドトールを、今のうちにもドトールはあるんですよ。あ、だからもう言ったらね、外せないんですね。外せないんですよ。ドトールのある町にしか僕住まない所存です。なるほど、言っときますけど。じゃあ続いて、じゃあ、はい、第2位、
声優本当にもうコンビニとスーパーを今困ってんだよ、それないのに、ね、スーパーも必要です。はいはい、はいはい、それはそうでしょうよ、はい、うん、生活雑貨とかもね、はい、スーパー行けばありますし、はい、声優は野菜が安いですからね。野菜安い、はい、何でもやっぱり声優がいいですね、うんうん、声優さんがないと、はい、うん、声優さん、うん、声優さん言ってますけどこのラジオ聞いてたらね、本当に上層部が動いて声優をカン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 立てるかもしれませんから言っときましょう。はい、はい、じゃ続いて私の第2位、ツタヤ。これ必要ない？これ必要ない？これ取られましたね。あ、だから僕第2位。はい、うわ、そうですよ、私これ3位だったんだな。ああ、だから3位もうダメです、もうこれ取れないんですね。先に私が指名したんで、ツタヤさんはドラフト会議の、うん、醍醐味が、はい、だから僕はドトールとツタヤに囲まれ挟まれてる町に引っ越すつもりです。たー、はい、コーヒーとビデオがあれば、うん、あれば僕なんか行ける気がするんですよ、うん、なるほど、そうそうそう、いやツタヤでしょう、やっぱりツタヤ必要でしょう。3位にしたが、ね、運の月ですよ。そうですね、ちょっと、はい、食料品を優先してしまいましたね。でしょ、今の暮らしぶりがちょっとね影響していますけど、はい、じゃあ続いて、じゃあリコちゃんの第3位ちょっとね変動しましたけども、取られてしまったのでいきますね、うん、ダイソー、あ、100円ショップですか、はい、これはまあ、うん、あったらすごい便利ですよね、やっぱり。確かに100円で全て揃います、うん、そうそうそう、今すごいですしね、100円ショップすごい品ぞれすごい、これも100円あれも100円ってね、すごいよね、100円のクオリティ、うん、あ、だからいや確かにセブンイレブンと声優と100均があったら結構こうもう そこで満たされちゃうっていうね、満たされます、うん、ただツタヤは奪いましたから、ツタヤ奪われたね、ちょっと遠くなっちゃいますね、うん、ちょっともう、うん、考えます。ちなみに今住んでる町でツタヤはあります、あります、ある実は。それは距離感的には近く、割とあの、うん、コンビニぐらいの距離にあります、ね、うん、全部じゃあその遠いんですよね県外にいるんだ、まあ、このまあでもそんなに、うん、まあ、7、8分ですけどね、うんうんうん、まあ、なるほどなるほど、はい、はい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 、私の3位か、はい、お願いします。これおかしいと思われるかもしれませんけど第3位、はい、スターバックス。え、コーヒー店2店挟むっていうね。だからこれね、僕ね、そのスタバに行くとは限らないんですよ別に、はい、スタバに行ってる意識高い系女子がそばにいるっていう、その影響のもと暮らしたいっていう感じですね。あ、なるほど、うん、ちょっとそのね、はい、ハイブリティな、はい、ね、ソサエティ、はい、ソサエティな、ね、あの人たちが、セレブレティな人たちが いるっていうのをもう当て込んで、街にってことですか、ね、まあ、街に、まあ、エリアに、ね、エリアに願くば、まあ、このラジオがそういう架け橋になってくれないかっていう思いを込めて、迎えにスタバがっていう。いや、もう理解しかねます、うん、その全く理解しかねます。いや、いいんですか、うん、はい、向かい、じゃあ次は、じゃあ、はい、4位5位をだ同時に、じゃあリコちゃん次いってみましょうか。4位と5位っては、うん、4位、うん、ゲオそして5位がユニクロ、はい、っていう感じで、はいはいはい、あ、なるほどなるほど、行こうと思います。あ、だからあんまりあれですね、そのファストフードとかそういうお店は必要なかったんですね。ファスト、まあ、うん、声優さん行けばお惣菜買えますしね、し、はい、うん、何でもできちゃうんで、うん、ね、コンビニがあればフ、うんうん、ライドチキンも食べれますし、もうこれで完璧ですね、私の生活は。あ、なんかリコちゃんの生活ぶりが今想像できました、はい、もう完璧です。うん、ゲオはもう仕方がない、うん、仕方がないやし、いや、ゲオもいいとこですよ。そうですね、私はゲオ派なんですけど、はい、実はゲオ派、実はゲオ派で、うん、東京に来て、うん、ツタヤの会員カードをやっと作った。あ、そうなんですね、もともとゲオユーザーでした、はい、ゲオユーザー、なるほど、はい、じゃあ最後に私4位5位発表します、はい、4位5位が富士そばとココイチですね、はい、まあまあちょっと両隣に欲しかったんですよ本当は。でもそのお蕎麦屋さんと、はい、匂いがやばいかなと。僕ココイチ1位なんて言ったら、はいはいはい、1位2位3位ココイチにしたいなっていうぐらい、は 1, 位、はい、1位から3位まで行きたいなと思ってたんですけども、ここでもちょっと向かいにココイチやると毎日ココイチ行っちゃうんで僕多分、あ、場所によって正面にココイチやったら僕行くんですよ。ドア開けたりココイチが見えるとそう行っちゃうんです、入っちゃうんで、ちょっと斜めにして5位にさせてもらうっていう、まあ、富士そばも同様ですね、はい、もうここあればもう本当に、うん、まあでも、うん、
当に性格が出ますね。出ますね、うんうん、だから俺とリコちゃんのそのやっぱ生活を大事にするっていう感じもありますしね。皆さんお仕事を、あ、まあ、だそういう感じはあるかもね。そうですね、うん、富士そばとかもパパって食べれるみたいな ね、そんなんもあるしね、うん、はいと言ったわけで、これでねちょっとね、まあ、あの多少なりこのアイデンティティ、まあ、生活態度みたいなものが、うん、判断できるんで、ぜひ皆さんも、ね、お試しくださいませ、はい、このチェーン店ドラフトでした、はい、それではメインコンテンツでありますラジオドラマの方に参ります、うん、今月は、はい、そうですね、私長野原作で、はいはい、もう 3,4 年ずっと眠らせていた世に出てない作品があって、温め続けた、もともとラジオドラマとして長編のね、はいはい、作ってたんですよ、はい、で、まあ、それがなかなか世に出るきっかけが作れず、うん、まあ、ちょっと映像化する台本に書き換えてそれでも世に出ることなく、いやこれはちょっとで僕すごく気に入ってるんですね、内容的に、うん、でちょっとこの度この5月 このゴールデンウィークに差し掛かったタイミングちょっとね、出したいなと、やっと全4話にして、はい、原作は私長野で、はい、そして脚本を小林欣也っていうね京都にいる俳優がいるんですけども、はいはい、彼に脚本書いてもらって、はい、彼曰く、長野さんのセリフを僕が書いても違和感なく書けましたとかなりね自信持って言ってましたんで、はい、どんなことになってるのか、タイトルが、はい、小村賢治の奇妙な半日っていう、はい、半日の話ですよ、これ半日の話を、4週わたって連ドラ形式でお送りします。なるほど、それではその第1話です。それでは開演いたします。お疲れ様です。あ、マネージャーいます？遅い、小村さん遅いです。ああ、すいません。9時に事務所に来る約束だったでしょ。今何時ですか？9時15分前です。15分前です。ん？え、間に合ってますよね？30分前にはついてください。社会人失格ですよ。すいません。まあそれはいいとして、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。感謝してください。なんと私が取ってきた記念すべき100本目の仕事です。はい、これ。おお、あ、すごい、2時間サスペンスドラマ警部は辛いよの台本じゃないですか。私もついに主役。違います、警部補佐 A 役です。あ、はい、非常に重要な役です。はい、これでブレイクしなかったら私もう知りませんよ。はい、何様だよ。はい、あ、いや、行ってらっしゃい、頑張ってくださいね。はい、行ってきます。ちくしょう、なんて嫌味なやつなんだ。ちょい役一つで大きな顔しやがって。セリフだってたった1行しかないじゃないか。2時間で1行どうやってブレイクしろってんだ。でも仕方ないか、もう何年もエキストラ地味た役どころをやり続けてるんだ。なんせこれで100本目だ。撮影所に着いてしまった。まだ2時間前。いくらなんでも早く着きすぎた。マネージャーの嫌味のせいだ。はあ、向かいの喫茶店で演技プランでも寝るか。道路を渡らないでください。ああ、すいません。あ、ここ渡れないんだ。市民マラソンのためにご協力お願いします。ああ、どっかから渡れないかな。よし、ちょっと歩いて探してみるか、時間あるし。あの、すいません。あ、はい、区役所どちらですかね？ああ、ちょっとこの辺のものではないので。あの。あ、はい、1分だけ祈らせていただけませんか？あ、ちょっと急いでまして。誰も俺のことを知らない。誰も気づかれたい。俳優だと気づかれたい。俺を俳優だと知った上で声をかけられたい。これでブレイクしなかったら私もう知りませんよ。俺はもうやめた方がいいのか。今日だって2時間ドラマの画面の端で誰にも見られていないと知りながら虚しく芝居をするんだ。あ、いかんいかん、愚痴り癖がついてしまってるぞ。せめて100本目の撮影は。あ、ダメだ、全然渡るところがないな。もうこっそり渡るか。警官はこっち見てない、向こう向いてるな。よし、こっち向くなよ。頑張れ、ちょ
ちょっとこれは嫌な予感するよ。あ、後ろからランナー来てる。しかも結構な集団が来てる。やばい。ちょっとこれどこ、ちょっと どこに行けばいいのこれ。ちょっと戻ればいいの、ちょっと進めばいいの。あれ、なんで俺一瞬走ってんの、これ並走してんの。待って、俺はランナーじゃないです。喫茶店に行きたいんです。演技プランを練りたいんです。ほら、そこの人、危険だから離れなさい。いや、すいません、すぐ出ます。と言っても出られない。いや、分かってます、出ます、でも出られない。ランナー強い。そりゃそうだ、ランナー本気だもの。違う、そういうことじゃない、出られないの。すいません、出してください、早く出して。ちょっと、結局隣の駅まで走ってしまった。ああ疲れた、電車で戻るか。時間はギリギリ大丈夫、ほんと早く着いててよかった。しかしお昼前なのに混みすぎだろ。なんだあの人、なんかサングラスにマスクで暑いだろう。いかにも痴漢みたいな格好して当たりキョロキョロ見ちゃって。実際痴漢なんじゃないの。いやでもそんな痴漢いないか、いかにも過ぎてないか。ん、いや、やっぱあの人痴漢してないか。前に立ってる女の人に痴漢してないか、気のせい。あ、いや、してるわ、確実にしてるわ、確実に痴漢だわ。これ言った方がいいかな、でも言ったら絶対巻き込まれちゃうな、時間ギリギリだし。やめてください、この人痴漢です。ほら痴漢見つかった、ほら痴漢焦ってる。あー逃げた。ちょっと痴漢こっち来てるよ、こっち来てるよ。その人捕まえてください。これ巻き込まれたら面倒だぞ、こっち来るな、こっち来るな。あそこの俳優の小村健二さん捕まえて。え、俺？俳優人生で初めて気づいてもらえた。捕まえて、小村健二さん。あ、はい、あ、捕まえちゃった。こうして俺は駅員室で事情聴取を受ける羽目になった。はい、じゃあこれで終わりと。ご協力ありがとうございました。あ、いい、では私はこれで。あ、ちょっと待ってください。あ、終わりですよね。はい、駅長がぜひ感謝状をお渡ししたいと。ああ、結構です。あ、急いでいますんで。あの、小村健二さんですよね。え、あ、はい、ご存知なんですか。もちろんです、いつも見てます。まあ10分ほどで駅長も来ると思いますんで。そっか、意外と知ってもらえてるんだな。これは不愛想にはできないな。ああ、じゃあお待ちの間サインいいですか。ああ、はい。見ず知らずの駅員からサインを求められるなんて嬉しいが、今はサインを書く時間さえ惜しい。まあ現場でネタになる。今日現場に行く前に一人逮捕してやりましたよ。と主演の渡瀬宗彦さんにこの話をして打ち解けよう。そして仲良くなって渡瀬さんからご指名をいただけるようになるんだ。これも現場で生きていくテクニックの一つだ。書けました。はい、どうぞ。ありがとうございます。な、駅長。お待たせしました。ああ、俳優の。ああ、まあ。写真撮らせてください、額に入れて駅員室に飾ります。誰かと勘違いしてるんじゃないかな。いや、俺も無駄にキャリアを積んできたわけじゃないんだ、きっと。本当にありがとうございました。ああ、いえいえ、それではお気をつけて。待ってください。え、不安なんです、また帰りの電車で襲われるんじゃないかって。あ、でもすいません、ちょっとそこにタクシー待たせてあるんで。途中まで一緒に連れて行ってください。彼女はそう言うと俺の手を強く握ってきた。俺のことを知ってくれてるみたいだし、雑なことはできない。タクシーを飛ばせばなんとか撮影には間に合うだろう。余裕を持った2時間前行動が効いてくるってもんだ。しかし今日はなんだかいつもと違う。漠然とした期待と不安に包まれながら俺はタクシーに乗り込んだのだった。第2話に続く。はい、聞いていただきましたラジオドラマ
小村賢治の奇妙な半日第1話でした。キャストはですね、私長野宗則、小林欣也、横山清正、伊勢村啓太、そして藤谷莉子でお送りしました。はい、これなんですよ。はい、はい、うん、どうでした？いやもう長野武士が炸裂と、武士、まあそうなんですよね、はい、武士で言ってるんですよね、これもう、いやいやもう素晴らしいです、ね、うん、一人語りが非常に多いっていうかね、そう、うん、もう来週が楽しみで仕方ないんじゃないですか。あ、そうね、それをね思わせしめたらね、もう成功でございますよ、はい、まあ、連ドラでね、久々の連ドラかなこれね、はい、割とね今までオムニバスとかそんなんでやってたんで、なるほど、はい、まあ、ちょっとこれがどのような展開になるのかと、はい、まあ、本当にね、まあ、このね名も知れぬ俳優がいろんな人と出会っていく、まあ、ロードムービー的な話なんですけども、まあ、来週はとても意外な人たちに、出会いますし、さらに来週はこんなとこ行くのっていう展開になるし、あ、よかったね、大変じゃん、第4話大丈夫っていうことになるんで、だからこれね絶対ね、これもう聞いた方がいいんですよ来週も。本当ですね、はい、聞くしかない、もう期待しか、期待値しか上げてませんけれども、ね、本当に、はい、よろしくお願いします。お願いします。ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。エンディングでございます。告知がございます。5月20日土曜日と5月21日日曜日にですね、ヨーロッパ企画が総力を挙げて催す企画性と笑いの祭典ハイタウン外伝ボリューム5が、開催されます。これにはですね、1,2,3,4,5,6,7個の、新進気鋭のユニットが参加して、まあ演芸なんかパフォーマンスをしてくれると、はい、まあ、この番組のね構成演出であります大俊くんとかが関わっているイベントでございます。これもう本当にね、まあ、イエティ劇団暗い旅、暗い旅って番組あるでしょ、はい、劇団の結成したっぽいんですよ、暗い旅が、暗い旅が、あら、で、あとお肉とそれダンスユニットで、夕暮れ者弱男ユニット、そして花本ゆか、かける、松木萌えさんのこのダンスユニットね、うん、そして安住の地というまたこれ新進気鋭のね、うん、若手のユニットがあるんですけども、この面々でお送りします、うん、ぜひぜひ、料金は予約で2,500円で、まあ、詳しくはねヨーロッパ局のホームページ見てみてください。そしてこれねしつこいですよ、私主演の映画、エブリデイ、これしつこいですね、と京都シネマでいよいよやっと京都でね、京都シネマでやっと京都で流れるんですよ、5月20日土曜日から26日金曜日、この1週間ね、京都シネマでエブリデイ流れますんで、これ長いことで本当去年夏にね東京で上演して、うん、まあ、おかげさまですごくお客さん入ってるんですって、はいはい、それでね割とねリバイバル上映とか続いて1年間ずっとあちらこちらで上映してようやく京都で、流れるという運びになりましたので、ぜひ、足をお運びくださいませ。それでは宛先お願いします。はい、この番組では皆さんのお便りをお待ちしております。宛先は全部小文字で europe.broadway@gmail.com ヨーロッパ .broadway@gmail.com までお願いいたします。聞き取れなかったよという方はヨーロッパ企画のホームページにもバナーが記載されておりますので、そちらをクリックしてください。はい、ということで今週もお聞きくださった皆様ありがとうございました。それでは来週もヨーロッパ企画のブロードウェイラジオお楽しみに。さようなら。